どうもミュートです、お久しぶりです、結構動画の、ちょっと投稿が結構ずっとできてなかったんですけど、ちょっとそれについて少し話したいなと思います。はい、すごくなんか楽しみにされた方とかにはすごく申し訳ないんですけど、いわゆるダンスのその動画をこと投稿していくにあたって、なんかなんつったらいいんだろうな、なんか練習動画とかいわゆる記録として、作品として出したりとかもあったんですけど、僕のダンスの記録として残していく上で練習動画とかを、撮った時にそのカメラを回して、撮ってってなった時に、なんかどうしてもやっぱ普段の練習、誰にも撮られてない、誰にもこう見られてないとかの練習の感じではない感覚でこう踊る機会がすごい増えてしまったんですね。いわゆるカメラを意識して踊るようになってしまったりとか、でもそれもそれで誰かの視線を意識して踊るっていうのは、まあ感覚的には、素晴らしいことなのかなと思うんですけど、僕が素晴らしいとかじゃなくて、そういったいわゆる感覚を養うのには素晴らしい効果があったかなと思うんですけど、なんかもうちょっとナチュラルな感じの練習で自分のダンスと向き合いたいってなった時に、ちょっとその感覚が、まあ、当時の僕がやりたい感覚、踊りたい感覚とちょっとかけ離れてしまったんで、あえて自分は動画の投稿を撮らずに、インスタグラムとかで、その時のバトルだったりとか、特に何も考えずに、いわゆる動画をこう一応カメラは回すんですけど、回しっぱで曲も、もう自分が好きな感じでリグってかけてっていう感じの流れを取ったんですね。で、まあ、その結果そのすごい僕の中でいいフィーリングを持続することができてよかったんですけど、ちょっと動画の投稿が怠ってしまったっていうのが、すごい悪いとこかなって思ってます。なのでちょっと今日からですね、新たに、2019年もね始まって新年の挨拶の動画も出せなかったんで申し訳ないなっていう感じなんですけど、ちょっと今日からいろいろやっていこうかなって思います。はい、であと、もう一個ありまして、これはそのインスタの方では、告知の方させていただいたんですけど、僕、スクールっていう、ブランドを、アパレルのブランドなんですけど立ち上げまして、それのいわゆる制作だったりとか、自分個人でやってる、一人でやってるので、どうしてもそれに費やす時間とかがすごく増えてしまったんですね。それもあって、ちょっと動画の投稿を一旦やめてっていう感じで、それにちょっと集中したいっていうのもあったので、もうやっぱさっきも話した通り、そのダンスに対するその姿勢だったりとか、あともうそのスクール、いわゆるアパレルブランドの制作に費やす時間とかをこう、増やしたかったっていうので、その中で、YouTube の投稿だったりとかを少しやめようかなと思って、ずいぶん動画を出してこなかったっていうのが一つです。はい、で結構本当にでも知らず知らずのうちにもう400人も超えて、本当に嬉しいことなんですけど、もう僕みたいなね、なんかいわゆる世界的なダンサーでも全然ないですし、ただただ、視聴者の方々、多分ダンサーの方々が多いと思うんですけど、距離が近い状態で、今もずっと続いてるんですけども、そんな中でもしっかりとフォローしてもらって、チャンネル登録もしてもらってね、過去の動画の、部分も見たりとか、実際にイベント行ったら YouTube やられてますよねみたいな、見てますっていう感じの方もやっぱいたんで、やっぱすごい続けてきてよかったなって感じる機会が多かったんですけど、それでも僕自身のなんだいわゆるモチベーション、モチベーションって言ったら結構なんかねかっこ悪いんですけど、モチベーションが少し、モチベーションの方向性って言えばすごいかっこいい方になっちゃうんですけど、それが少し変わってっていう時期が重なっちゃったんですよね、どうしても。なのでちょっと動画投稿ちょっとできなかったんですけど、もう2019年で、
僕自身いわゆる続けてきたことなので、続けてきたことをダンスもそうなんですけど、続けてきたことを途中で投げ出してなんかやっちゃうっていうのは、なんか僕のちょっといわゆる、まあ、信念っていうのはあれですけど、プライドっていうか、まあ、そんなかっこいいものじゃないですけど、なんかそういうのにちょっと相反するなみたいな感じになっちゃって、で今年から、まあ、今日からなんですけど、ちょっとやっていこうかなって思います。でダンスのファッション系の動画とかも、いわゆる、動画を通じてお話ししたりとか、自分のブランドの、プロダクトの説明だったりとか、一応サイトもあるんですけど、そこのサイト上では長くお話とかできないので、それもやっていこうかなって思います。はい、はい、なのでちょっと長くなってしまったかもしれないんですけど、最後まで見ていただきありがとうございます。これからもですね、少しずつ僕の活動などをここに、記録していきたいなと思うので、見ていただける方、時間を割いていただける方は、よかったら見ていただいて、何か持ち帰っていただいたりとか、ダンスだったらスキルをこう少し参考程度で全然いいので、見ていただいたりでもいいですし、何かこう行き詰まることがあればコメントだったりとかでも全然僕は受けるので、言っていただければいいかなと思います。はい、僕もね、こういわゆるダンサー、まあ本当世界中にこういるダンサーの中の一人なので、特に皆さんとこう壁があるようなことも感じないですし、もしイベントでお会いした際は全然声とかをかけてください。なんか、まあ、自分で言うのもあれなんですけど、ダンスのスタイルだったりとか、まあね、ひげも生やして髪の毛も金髪でみたいな、ちょっと怖いなみたいな感じで思われちゃうことすごく多いんですけど、全然なんかそんなことなくって、全然声とかもかけていただければ、全然その時でもお話できるので、よろしくお願いします。はい、それではですね、ここまで見ていただきありがとうございました。ちょっとした報告だったんですが、また次の動画でお会いしましょう。それではまた。